国武県基地2月3日から1958年11月24日は、農政指導者、政治家、岩手県知事2期。岩手県二子郡福岡村毛、川又出身。旧森岡藩主の父、国武木宗児、母、店との間に三男として生まれた。陽名は、小八郎。学問好きな父の方針により、学齢に達する前の数え年6歳で、 福岡尋常小学校に入学したが、教室を抜け出して遊び疲れることも、ままあり、一年落第した。1888年、福岡尋常小学校に、4年間中学した後は、数え年13歳から、父の方針により、泉山銀行へ、デッジ奉行に出た。昼は、銀行の給仕として、雑役一切を受け持ち、夜は、呉服店の仕事を行い、 他の人が寝静まると、ろうそくの明かりを頼りに、農業所などを読んだ。1893年、旧古城跡地に、私立国部農事試験場を創立。小作人への経営指導や有料手苗の無料配布などを行い、以降も二個軍の青年会長や、農会長を歴任した。1917年、三種、手苗の生産販売、農薬、 農機具の販売を営業とする岩手三種株式会社を岩手県の支援を受けて設立し、自ら社長に就任する。1925年には岩手郡滝沢村に国部農場を設立。1932年には岩手農政者を組織して農畜一体を唱え運動を展開していく。岩手県会議員を経て、1947年4月5日、 岩手農政者の組織力をバックに岩手県知事選挙に当選する。戦後の地方制度改革までは都道府県知事は国から派遣された内務官僚が務めており、国部は選挙で選ばれた初の知事である。もともと農村部の格差への不満と都市部での食料を行政改善への期待感に支持されて当選した経緯があり、在任中は農業基盤の整備に 優秀な手腕を発揮。乳牛の奨励、県有林整備10年計画、北上川水系の治水開発、冷え抜き群大挟間城のドウ栽培などを推進した。また、戦時中の木の伐採が過ぎて、県内各地では水害が多発していたため、その復旧にも取り組んだ。その在任中、同県にはカスリーン台風、アイオン台風の上陸があり、 沿岸部に深刻な被害が出たため、その復旧などにも努めた。いわゆる、ズーズー弁を隠さずに執務に臨んだことは、従来の感染知事にはない、親しみやすさがあったと言われ、当時県民からは、農民知事と呼ばれて親しまれた。昭和天皇の岩手県内巡行の際、国部のズーズー弁での説明に、皇順皇后が思わず吹き出したというエピソードが残っている。 岩手県知事を2期8年間務め1955年5月に退任して以降、歴代の県知事は東京大学卒の学歴を持つ国会議員出身の知事が4代続いており、現在まで2代目の農民知事は誕生していない。ありがとうございます。